どうも、トバイクメロメコザヨシカです。今日はアメリカンで投げていきたいと思います。ちょっとね、画角が見づらいかもしれないんですけど、ご了承ください。今度ね、プロチャレに出ることにしたので練習します。頑張ります。
かもう面倒くさいから緩いままちょっとギュッてね掴んで持てばいいかなと思ったけど、やっぱテープ大事です。できなくなるっていう、いいのか悪いのかみたいなことがあります。はい、頑張ります。ね、このリオのボールが曲がらなさすぎて、今までだったらあのピンとピンの間通せたんですけど、なんか曲がらないんだよな、難しいんだよね。でもまあ練習にならないから投げてみようかな。アメリカ難しいわ、疲れるし。
はボロボロだから勝てたい。分かってない、はい。10フレーム目やらかしました。アメリカンマジむずい。125でした。ダブルは幻となりました。めっちゃ悔しい。はい、次も頑張ります。はい、1フレーム目本当にね、アメリカンに慣れてないっていうのがね、分かったかなと思うんですけど、ストライク出しちゃって、9フレーム目までねストライク出したらこっちっていうことだったから、10フレーム目で間違えちゃって、マジでもったいなかったです。あ、悔しい。アメリカンだとね、1ゲームがめっちゃ速く感じる。もう今、2フレーム目投げ終わったっていう感じがしない。
最悪。2本と1本なので2本の方狙います。あーくそ、最後めっちゃ悔しいわ。はい、2ゲーム目ターチー取ったのに147でした。最悪だ。ガター3回取ってる。10フレーム目のね、本当にスプリットはね辛いですね。損した。練習頑張ります。3ゲーム目も投げていきます。Thank you.
でね、ターキーの後にね、ガター出すかなっていうね、ほんと自分にイライラします。一回も活躍してないこれでいきたいと思います。やっぱ角度が分かんない。ダブルの後にガター出した。力む。力みが出る。終わった。いや、マジでありえないんですけど、9フレームゲット、9フレーム目が
しです。やばい、次10フレーム目です。せっかくターキーとダブル出したのにこんなんじゃ全く意味がない。マジでもったいない、バカすぎる、もうやだ。出てこのまま10フレーム目同じレーンで投げます、はい、ダブルを1回出したっていうね、すごいねいい感じなんですけど、間にねガターをね出したっていうね、しかも2回ももうありえないですよね、マジでもったいない。152でした。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。せっかくねいい感じにね投げれてて、もうねガター出したら本当に意味ないですよね。これからも練習に励んでいきたいと思います。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。